じゃあ山柄山柄でいきますね、レコーディングしてます、はい、老人と海っていうことでしたけど、全然今日の歌は山、僕山が近いんで山の歌になっちゃいますけど、ね、全然あれですけど、ちょっと生活音がちょっと入りつつ、じゃあちょっといきますね。山柄っていう歌で、山に柄、木偏に何て言ったっけ、山の様子って言うんですかね。日本はなんかこう、山の歌多い、山の歌って言うと登山の歌が多いんですけど、僕登山の歌じゃなくて、山の歌ってなんか作れねえかなと思って、作ってみました。光る赤い姫
ちらの方さおいで、手のなる方さおいで、さあさあ早く鬼になっておいで、そしたらオラが手を取って、お前にいいことしてあげる、まわたのように優しく包む、山の方さおいで、オラの方さおいで、ほらほらおいで、一人でおいで。これなんか、なんで東北弁で喋るの？だんだん映ってくるんですよ。いや、俺なんかわかんねえけど、山形さん行って行ったのと消してきたわい。本当に。いきなり山の方さおいでって喋られるわ。東北弁どこで覚えたの？いやいや、東北弁を覚えたわけじゃなくて、なんかこういう歌だったらこういう、だ音としてこういう言葉遣いがあるとか。そう、あのね、面白いのよ、川上健次郎の歌はね、うん、北の人間が聴いてもね、うん、いや北の地元の人が歌ってるような感じに聞こえるっていうね、うん、そう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 、とてもね、そういうこうなんていうの、トランスなね、能力がすごい高いんだよね。だからば、その表現者の、なんかこう、特質はトランスなんですよ。これ、学者だと思うよ。つまり、最初に辞書を作った人はどうしたの？これ、トランスしかないと思うんだよ。うん、やっぱり、そのトランス能力がね、やっぱりすごいなと思うよね。うん、これは、いや、これね、青森でないよ、これ。山形だよ。この景色は。だが、うん、うん。青森ではね、青森で山と山の空間があんまりないんですよ。うん、山形だとね、頭が丸くて、でね、向こうの方も見えそうな感じするの。ああ。うん。見えると見えないで見えられるし、見えないと見えないで見えられるし。どうして見られるんだろう、見えて見えた方が見えないで見えないより。いや、ほんでも経験はもう山形行ってみろ。同じ東北だけど全然違う。俺は凝ったとこで生まれてね。俺は山凝ったら山認めね。これ山でね。新川栄の山形だべ。んだ。なんかね、山と山の。台風のね、白崎恵美の山形だべって思うけども、うん、青森山形台風の追っかけやってたからね、うん、一時期ね、22、23歳の頃かな、うん、うん、あれ、あ、ごめん、今の撮ってなかった、撮ってなかった、しまったじゃもう一回裏でまでだ、じゃもう一回歌ってくださいもう一回いいですか、わかる、いいんですか、これはいいんですか、これで OK です、歌ってください、はい、じゃあもう一回歌います、さっきのね、わざとリハーサル、じゃあ山柄山柄